今回は、地元で人気の八百屋で働く看板娘、イッチのお話。風の噂で、自身の夫の浮気を知ったイッチは、スレでひよこ民たちに相談をする。話を進めるうちに、八百屋イッチは、とんでもない天然嫁であることが分かった。ひよこ民たちのアドバイスを斜め上に受け取ったイッチは、スレ民もあっと驚く方法で、夫と真女に制裁を下すのだが、夫が浮気してるという噂が近所で流れていることを知ってしまった。通りで最近近所のおばさまたちの態度がおかしいと思ってたんだ。私は親がやってる八百屋で働いてるんだけど、いつも来る近所の人たちの私を見る目が、よそよそしいっていうの？いつもなら明るく冗談も言ってくるのに、近頃は、いっちちゃん、ちゃんとご飯は食べてる？無理したらダメよ。あんまり考えすぎたら良くないからね。こんな時でもあんたは元気やなぁ、って感じで。私の心配をしてくるんだ。私はてっきり、最近成功したダイエットのおかげで、可愛くなりすぎて、みんなが私に惚れ惚れしてるのかと、勝手に思ってたよ。それが、母に、夫くんが浮気してるって、近所中で大騒ぎよ、って言われて、おばちゃんたちの、私を心配する声の意味がわかった。昨日も常連の綺麗な女子大生に、最近綺麗になったって褒めてもらえたから、浮かれてトマト1パックサービスしちゃった。うん、あなた、バカだね。なんで近所中で自分の旦那の浮気の噂が広まってるのに嫁だけ知らないんだよ。それは壮大な勘違いだな。まず八百屋ってのが気になる。詳しくありがとう。私の実家は昔から八百屋を営んでて、私も高校卒業後はずっとそこで働いている。ご近所でも評判の八百屋で、看板娘の私目当てに来る客だっているんだぞ。中でも毎日18時から30分だけ行われるタイムセールは大人気で、店の外まで人で溢れかえる。私もその時間が一番好きで、覚醒器片手に毎日、もやし10円、もやし10円、水菜は30円、水菜は30円だよ、と声を枯らしながら張り切って仕事してる。夫は高校の同級生、地元の高校に通い、その頃から付き合ってるから、出会いから含めると夫と知り合って早15年、幼馴染みのような感覚だが、夫にときめく気持ちは今も昔も変わらない。夫は近所でも評判のイケメンだ。付き合ってほやほやの時期、下校時間に、夫と二血してたら、八百屋の娘が、彼氏とイチャついてると噂になって、親にもすぐバレた。だから結婚した時は、ご近所中にお祝いされたよ。古き良き下町のご近所さんって感じだな。思春期の頃は嫌だっただろうが、大人になって良さがわかるよね。各家族化が進まない町って、なんか素敵。近所の人は、なんで旦那が浮気してるって言ってるの？夫が、若い女と歩いてるとこ見たってさ。女もサングラスかけてて、いかにもだったって。でもまだ噂でしょ？イッチの目で確かめたの？なんか行動した？まだ何もしてない。確かめたくないよ。しょぼーん。旦那のこと大好きだもん。信じたくないよ。しょぼーん。八百屋イッチが旦那にベタ惚れしていることが容易に感じ取れる文章だが、浮気の噂が広まってしまった以上、見過ごすわけにもいかないだろう。ひよこ民たちも、まずは浮気の証拠を集めることをイッチに勧めた。イッチは旦那の浮気に全く気づかなかった？怪しい行動とかなかったの？うん、だって平日は毎日タイムセール中の私を見て爆笑しながら定時帰宅だし、私が家に帰ったら夫が夜ご飯を準備して待っててくれるんだよ。夫と会う休みは日曜日だけだけど、毎週必ずどっかデートに行くし。土曜日は旦那は休みか？うん、私だけ仕事だね。毎週土曜日が浮気の日だったんじゃね？目撃されてたのは何曜日だったんだ？土曜日だって言ってた。でも、私も、ご近所の誰が見たのかも、どこまでが本当なのかわからない。話が広まるたびに、大げさにされてんじゃないかって、期待を捨てきれない。まあな、噂におひれがついてるかもしれんし、更新所に依頼して、白黒はっきりさせたら、平日は定時帰宅、日曜は一気と過ごしてるなら、一日フリーの土曜しかないだろ。やっぱりそれしかないか。土曜は毎週、うちで本読んでるとか。散歩したり映画見に行ったりしてるって言ってたのに、まさか女とだったのかな。子供がいないうちに離婚しとけ。今週の土曜でもすぐに依頼したら調査してもらえるのかな。前金制か出来高制とか会社によっていろいろだから聞いてみるといいよ。そうか、こんなことでお金が飛んでくのは嫌だな。でも仕方ないか。旦那のスマホ見れるなら確実に二人が会う日を狙って依頼しろ。そしたら最低限の出費で済むだろうよ。あ、そうだね。一回見てみる。調査結果出たらまた来るよ。しょぼーん。頑張れ、イッチ。気を強く持って。ひよこ民たちに後押しされ、イッチは夫の浮気調査のため一度スレから離れた。そして10日後。八百屋イッチだお。
夫の浮気が確定したお。しょぼーん。ああ、ひっどい旦那だな。元気出せよ、八百屋さん。旦那の家での様子は？いつも通り。怖いよね。いつもと変わらないのに急に別人のように感じる。今日も夜ご飯作って私の帰りを待っててくれた。でも全部食べれなかったわ。美味しくない？って聞かれて体調悪いって嘘ついて部屋に閉じこもっちゃった。相手も特定できたか？うん、相手も顔見知りだった。いつも野菜買いに来る常連の女子大生。しかもその女子大生今日も普通に野菜買いに来んの。若いし綺麗だし私なんてどこも勝ち目ないよ。なんか惨めになっちゃって、自分がその子に勝ってることってどこだろうって考えてたら、夫が私の好きなところとして褒めてくれる優しさと大人の余裕だって気づいて、大人ぶってその子にリンゴサービスしといた。ん？なんで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 ？ちょっとパニック起こした。なんでその場で浮気を問いたださなかったの？なんでリンゴをサービスしちゃうの？すでにあんたは旦那をサービスしてるんだぞ。旦那の浮気相手を目の前にして、なんで自分の長所発揮しようとした？え？マジモンのバカ？なんでだろうね。とっさに張り合うことで自分が嫁だと主張したかったのかな。そう言われたら自分の行動が浅はかだったって実感湧いてきた。ダメだ、正気じゃない。私一人じゃ変な方向に向かいそうな気がする。どうか助けておくれ。あなたがバカなのはわかったが、女も女だな。なんでわざわざ浮気相手の嫁に会いに来るんだろうか。女とはどんな会話するの？つか綺麗になったって褒めてくれたのもその女？うん、同一人物。そのことはたまに話すけど、大学の話とか就活の話とか、ほんと他愛もない会話ばっか。地元離れて大学通うため18歳で上京して、一人暮らししてるんだけど、学業と掛け持ちでキャバクラで働いてるんだ。若いのに学費も自分で稼いで立派だなーって感心してたよ。だから来てくれるたびに少しでもその子のためになるようにとサービスつけてたのに、こんな形で裏切られるなんてびっくりだよ。一気に会いに行く神経がわからん。笑顔で話しながら心の中でいつもバカにしてたんかな。こいつキョローっつって。マジでキョロそうだもん。あなた相当舐められてるよ。オーズ、助けてくれって。イッチはどうしたいの？できれば夫が女と関係切って再構築したいって思ってたけど、今日の感じだと私が無理そう。もう夫の顔を見ることもできないんだ。しかも噂はご近所中に広まってる。このままだと私は仕事もできなくなりそう。なんで被害者側が肩に狭くなってんだよ。あなたは堂々としてればいいでしょ。離婚を決意してご近所さんを味方につけろよ。今でもあんたのこと心配する人がいっぱいいるんだから。浮気は事実だったと一人に吹き込めば噂は勝手に広まるし、そしたら旦那と女がそこから追い出される構図ができるじゃん。一人じゃないぞ、味方はいっぱいいる。周りから固めていけ。うん、なんか元気出たよ。そっか、浮気をご近所にばらまけばいいのね。そうだ、しかしそうなったら離婚は避けられないぞ。今は辛くてもいつか必ず離婚を選んでよかったと思える日は来るから。うん、今夜一晩ゆっくり考えて答え出すわ。約2ヶ月後。八百屋一致だけど、夫とは正式に離婚した。報告が遅れてごめん。初回から見てて気になってたんだ。離婚したのね。よく決断したな。おつ。ですないから再構築してるのかと思ってた。普通に話し合いで離婚したの？なんか面白いネタあったら投下してくれ。最終的には話し合いだけど、その前にご近所にばらまいて、って感じ。ご近所にばらまいて。この部分、詳しく。一番人が集まるタイムセールの時間に拡声器使って夫の浮気を暴露して、浮気写真をばらまいたお。かくせいき。物理的にばらまくなよ。いい、訴えられなかった。あなた八百屋一致天然記念物と見た。つまびらかに詳しくお願いします。あの後一晩中考えて、やっぱり夫とはさよならしようって決めた。思った以上に精神的ダメージが大きかったんだ。そこからは心を鬼にして、みんなに言われたばらまき作戦を決行することに。私が一番輝ける瞬間、それはタイムセール中の30分間だ。この30分間だけは自分が主人公になれる。まさに無敵時間。マリオでいうスター状態。いよいよその時がやってきた。時計が18時になった瞬間、私はスイッチを切り替え戦闘モードに入った。店の外で待ち構えていた客たちも一斉に押し寄せる。私は拡声器を口元に構えた。ショータイムの始まりだ。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。タイムセールの始まりだよ。さあ、今日の目玉。キャベツ一玉80円、キャベツ一玉80円。この日も滑り出しは順調だった。
キャベツに群がる群衆。最高だ。さあバナナー、バナナは一房100円。うちの旦那浮気してたよー。そんなバナナー。最初は軽いジャブ程度に。野菜に群がる人たちは気づかないが、店の外にいる人たちは何人かが、ん？ってなっていた。あかん、お茶吹き出したー。めっちゃ生き生きしてて草。プリプリ、ピッチピチのトマトも1パック100円、トマト100円。旦那の浮気相手も、ピッチピチの現役女子大生、うちの常連さん。大根65円、大根は1本65円。土曜日何するの？ん？あ、実家？嘘つけー。うちの旦那は大根役者。一気に攻めすぎてしまったか。特化野菜に群がる群衆の手が止まって、私を見つめる。ほらほら、手が止まってるよ。耳だけ貸して、手は動かしてねー。芝居こんにゃく、芋かぼちゃ、ランチゲーセン、ラブホテル、百行。語呂合わせやめろー。芝居こんにゃく、芋かぼちゃに関しては、全く関係ないから。やだ、こんな楽しい八百屋、行ってみたい。客の中には、笑うもの、私を不憫に見つめるもの、なんのこっちゃと失笑するものと、様々だ。そこに、いつもの常連のおばちゃまが、別れろー、別れろー、そんな男、捨てちまえー。と、応戦。店内は、わっと湧いて、大爆笑に包まれる。店内のボルテージが最高潮に達したところで、私は隠し持っていた夫と女の浮気写真を、宙に向かってばらまいた。最高のステージに興奮が止まらない。獲得した野菜はしっかり握りしめたまま、おばちゃんたちは写真に群がった。あらまあ、この子、いつもここに来る子じゃない。なんてはしたない。最低ね。おばちゃんたちは口々に夫と女に対する批判を口にしていた。ご近所中を味方につける一気すご。これなら訴えられる心配もなさそうだ。方法が荒々しいんだよなぁ。そこに、仕事を終え、帰路につく夫が登場。いつもなら、私に手を振っていくが、その日は、うつむいてさっさと通り過ぎようとする。しかし、そんなことは許されなかった。あ、浮気旦那のお出ましや。と、おばちゃんの掛け声とともに、一斉に客たちが、夫の姿を捉えた。夫は、ご近所さんたちに囲まれ、そして捉えられた。会計に追われる、私の横まで連れてこられた夫は、私の横でずっと、おい、何やってんだよ、どういうつもりだ。と、ブツブツ言っているが、うっさい、いっちちゃんは仕事中なの。と、おばちゃんに一括されて、タイムセールが終わるまで棒立ちしていた。30分間のセール時間が終わり、客足が少しずつ遠のく頃、夫がついに切れた。なんだ、この写真。勝手にこんなもんばらまくな。名誉毀損だぞ。と、吠える。私は、間に入ろうとする両親を押しのけ、拡声器片手に。あんたの浮気のせいで、こっちはずっと白い目で見られとんじゃ、と商店街中に響き渡る声量で言ってやった。それでもなお、許さん。プライバシーの侵害だ。職権乱用するな。まず、それを下ろせ。と、私から拡声器を奪おうとしてくる夫。私が、キャーと叫ぶと、夫はご近所さんのおばちゃんたちにもみくちゃにされ、地べたにねじ伏せられていた。このろくでなし。ロリコン。不届き者。よくも私のことを騙したな。こんな不埒な奴と割り込んだ、と吐き捨てると、周囲からは大きな拍手が巻き起こった。公開処刑のスペシャリストを見た。なんだろう、描写が振り切りすぎてて、いまいち一気に感情移入できんが、この時の一気の心情はどうだったんだろう。アドレナリンが出まくって、もうどうにでもなれって感じだった。そして、心の底から夫の浮気を恨んでた。だから振り切れたんだと思う。たくさんの人が夫を批判したことで、離婚に踏み切る勇気が出たって感じかな。俺は大変よくできましたと褒めてやりたい。浮気前は旦那大好きだったエッチが、ここまで心を鬼にして制裁したことは素直に褒めるべきだと思うぞ。なかなか勇気いる行動だからな。その場に女がいたらもっと面白かったのに。何はともあれ、グッジョブだ。エッチはタイムセールという、とっておきの独壇場で、ご近所さんに夫の浮気の事実をばらまき、見事浮気夫を成敗した。翌日、イッチは離婚の話し合いのため、夫と女を呼び出した。夫と女を再起不能にするイッチの行動にご注目いただきたい。夫から女に連絡を入れてもらい、3人で自宅で話し合いをすることに。女は序盤から半泣きだった。今更、自分のしでかしたことの重大さに、絶望してたんだと思う。まずは2人が浮気するに至った経緯から話させた。嘘をついたらまたご近所さんにばらまくぞ、と軽く脅してボイスレコーダーもオンに。夫と女は、女が働くキャバクラに夫が会社の人と行った時、初めて出会ったという。最初は女の一目惚れだったらしい。その後、女は LINE などで営業ではなく、本気で夫のことが好きだとアプローチを続け、ついに夫が女になびいてしまう。それがちょうど1年前の出来事。平日は女も大学とバイトで忙しいから、二
二人が会うのは毎週土曜日だと決まっていた。土曜日、私は朝から夜まで仕事のため、二人にとっては好都合だった。本当の恋人のような関係地で、女は夫にガチ恋だったから、稼いだお金で夫にプレゼントなんかもよくしてたんだと。本気で好きだった、という部分を強調する女。だったら浮気が許されるのか?というと、首を力なく横に振った。そんな女を、何とも言えない表情で見つめる夫に、無性に腹が立ったので、私は女にスマホを出させて、ご両親に電話しろと言った。え、いや、無理です。それだけはやめてください。女は必死になって抵抗。夫も上焦りで、女のスマホを私に渡すまいとする。その行動に、プッチン来た私は、火事場のバカ力で二人を押しのけ、スマホゲット。電話かけないと、学校や職場にも覚醒器持って突するぞ。と声を張ると、女は関連して、ロックを解除。LINE から母親と思われる人物を探して、その場で電話をかけた。母親は、娘からの突然の電話に嬉しそうだった。そんな親御さんに、娘がしでかしたことを、つまびらかに話してあげた。イッチのキャラがブレブレで、どれが本当の性格なのかわからん。やるときゃやる、恐ろしい女だ。学生なら、親に知らせるのが一番致命的。今まで親心でサービスしてたしなぁ。お宅の娘さんが、うちの夫と不倫してました。というと、母親は言葉を失っていた。母親は、娘がキャバクラで働いてることも知らずに、毎月一定額を仕送りしていた。ご両親が、必死に働いて送っていた仕送りを、娘さんは、うちの夫とのデート代に溶かして、いたんです。私も、娘さんの一人暮らしを、陰ながら応援してたんですよ。若くして、親元離れて偉いなって。だから、うちの店に来るたびに、サービスもつけて、まさか、こんなことになっていたなんて、私の管理不足です。すみません、泣き。親御さんの気持ちを思うと、涙が出てきた。つい、サービスしてたことまで言っちゃった。大人げなくて泣いた。その分の、金を返せと聞こえただろうか。いや、心配するとこ、そこじゃないで。がっつり傷口えぐってて笑った。電話を終えると、女は放心状態。夫は、その隣で土下座をしていた。それでも私は、離婚を宣告し、荷物をまとめ、家を出た。実家が近所で助かった。翌日、ご近所さんに弁護士を紹介してもらい、離婚と慰謝料請求の手続きを詰めた。女の慰謝料は、女親が肩代わりし、大学を中退させられ、地元に無事、強制送還された。電話で話した感じ、ちょっとお堅い家庭って感じがしたから、両親にとって、娘の不倫とキャバクラバイトは答えただろう。しっかり我が子の再教育に勤しんでもらいたい。夫は最後まで離婚を拒否し続けた。閉店後の八百屋の前で毎日待ち伏せし、飲み寄った。女はもう地元に帰ったから会うことはない。ずっとイッチのそばにいたい。と、土曜日だけよその女の彼氏になる夫なんていらんと払いのけて、弁護士に促される形で夫もしぶしぶ離婚に応じ、慰謝料も入ったことで夫との縁は切れた。それでも数日間は、私の周りをちょろちょろうろついていたのだが、その行動が近所のおばちゃんに見つかってしまい、いつまでもついて回るな、気色悪い。警察呼ぶぞ。と、白ネギ持ったおばちゃんに追い回され、その後、夫の姿は見なくなった。一緒に住んでいた家も、いつの間にか空き家になっていた。長くなったが、こんな感じ。最初に、ここで相談してよかったと思ってる。オツでした。お金も、業者からしっかり回収できたようでよかった。八百屋一揆の近況は?まだ離婚して日が浅いから、特に変わったことはないよ。あ、私のタイムセールの時の掛け声が思わぬ形で有名になってしまい、店は毎日大繁盛だ。しかも、普通に質問してくれればいいのに、おばちゃんたちも、わざわざタイムセール中に変なこと聞いてくるんだ。一揆ちゃん、旦那とはどうなったの?そう聞かれたら、答えないわけにもいかない。離婚成立、慰謝料300万、女からは100万、毎度あり。なんて言ったら、おばちゃんたち、笑い転げるの。そんなこと言わせんなよって思いつつ、ノリノリで答えちゃう、私の職業病を呪った。ついでに、覚醒器で彼氏募集かけたら、毎日男性から声がかかるようになった。人生初のモテ期到来してる、うはぁ。マジで覚醒器おすすめ。幸せそうで草。一般人は、覚醒器なんて使わんのよ。おばちゃんたちって、こういうネタ好きだよな。今日も八百屋は平和だな。八百屋を舞台に繰り広げられた今回の修羅場、いかがだったでしょうか。イッチの天然な行動がご近所中を巻き込む大騒動となりました。イッチの芝居こんにゃく芋かぼちゃ、ぜひ一度生で聞いてみたいですね。今回たびたび出てきた芝居こんにゃく芋かぼちゃという言葉の意味は、江戸時代の女性が好きなものを語呂よく並べただけの言葉ですが、今の時代の女性が好きなもので同じような言葉を作るとしたら、どんな言葉が生まれるでしょう。
コメント欄で一番語呂の良かった言葉にいいねを押して投票してね。このチャンネルでは、女性の身近に潜む問題をスカッと解決する話を配信しています。スカッとしたい方はチャンネル登録で次の動画もお見逃しなく。コメント欄での感想も励みになってます。ひよこみんのつぶやき。拡声器を使って浮気を暴露するのは本当はとっても危険な行為だっぴ。一気だから成し遂げられたことだから、良い子のみんなは真似しちゃダメっぴ。